あなたが受け取ることを期待しているよりも多くの愛を与えてください。そして、あなたは二重に報われるでしょう。人生で恐れるものは何もありません。それは理解されるだけです。自分に喜びを与えてください。あなたがそれを授けると同時に、簡単な法要で。交渉するときは、テーブルの上に少しだけ置いておきましょう。どっちから見ても、あなたがいなければ、宇宙は同じではありません。あなたはその機能において不可欠な役割を果たします。世界の悲劇は、それらの想像力に富んだ人は、わずかな経験しかありません。そして、経験のある人は想像力が弱い。ほとんどの人にとって、経験は船の船尾の光のようなものです。通過したトラックのみを照らします。将来何が起こるかはわかりませんが、しかし、過去の経験の累推によって、名誉の感覚は良い資質であり、したがって、性質が高く、前向きで、教養のある人だけです。人生における最大の教訓は、愚か者でさえも時には正しいことを知るために。人が財布を頭の中に空にすると、誰も彼からそれを奪うことはできます。知識への投資は、常に最善の利益をもたらします。人生を上手に使うためには、青年期には高齢期の経験、そして老年期には若さの活力。愛する人と一緒にいるためだけに一日を捧げ、気を散らしたり、期待したりすることなく。今日を理解したければ、昨日を検索する必要があります。人生は時間ではなく、思考と行動によって測られます。慌てて読んだ方が消化したページが良い。道を旅してみれば、その道についてもっと知ることができます。世界中のすべての地図を調べるよりも、